そうか、これが秘密ですね。覚悟はいいわね、みんな。はい、もちろんですわ。小森先輩はこれ以上の量を毎日飲んでますから。行くわよ。やっぱり牛乳は武蔵野牛乳。もう一度行きましょう。白井さん、鼻が出てます。リアの差を見せてあげるわ。